高田寺は佐賀県佐賀市にある曹洞宗の仏教寺院。山号は江日山。梅の名所としても知られる。1552年に当時龍造寺市の家臣だった鍋島清房により現在の禅宗寺院として創建された。以後、清房の孫である勝重を初代とする佐賀藩、鍋島家の菩提寺となる。1871年最後の佐賀藩主、鍋島直弘が散在していた鍋島家先祖の墓と、元子君である龍造寺家の墓を集めて整備したため、龍造寺高信や佐賀藩歴代藩主の墓所がある。本堂内にあり、正面一間、側面一間、宗家焼作りで生漆を塗って仕上げられている。1655年初代藩主、鍋島勝重が父直重と母比、大院の菩提を弔うために奉仕した釈迦三尊像が安置されている。禅宗様建築の特色が見られる。12世紀第3四半世紀頃の制作と考えられている装飾業。鍋島勝重が幕府の御用絵師を務めた鹿野探幽に依頼して制作したもの。中幅に合掌する立像の釈迦。左右幅は右に釈迦十大弟子の歌唱、左に阿南が座像で配されている。紙本着色、1706年制作。本紙が縦 1281.4、CMX 横 520.5cm、久し表層も含めると、縦 1514.0 CMX 横 609.8cm の大きさを持つ、日本最大級の涅槃図。絵は、明朝筆の普通涅槃図をほぼ忠実に写したものだが、高田寺本の方が二回りほど大きい。中央比率も、こちらの方が縦長であるが、モチーフの間隔や位置を少しずつ変更することで、違和感のない作品に仕上げている。絵の作者は不明であるが、本紙の支配牧書や、箱二裏の牧書、さらに、葉隠れ聞き書き第録に、本作の制作について記されており、佐賀藩三代藩主、鍋島綱茂の発願により制作されたことがわかる。損傷が激しかったため、九州国立博物館でおよそ2年をかけて修復された。毎年期間限定で公開されているが、大きすぎるため高田寺内で一部分のみの公開となっているが、修復後初めて行われた一般公開は、九州国立博物館1階エントランスに、吊り下げられての全体公開が行われた。高田寺御位牌所1896年建立。東風中東窓と3カラト、そして後牌の屋根はギリシャ風の柱に支えられた破風造りとなっている。内部中央に鍋島光重が寄進した阿弥陀如来像が鎮座しているほか、最大のもので高さ 1.34 メートルにもなる龍造寺。鍋島両家の202霊を祀る位牌が並ぶ。本堂に安置されている冠までの高さ50センチの座像。忠直に仕えた江副金兵衛の作。江副金兵衛は像を藩主光重に送った後、忠直に殉死しており、これを受けて光重は1661年に追払禁止令を発布した。これは幕府が出した殉死禁止令に先駆けてのことである。墓所の正面と東側に、龍造寺高信をはじめ、龍造寺正統、西側に、鍋島家正統の墓碑が並ぶ。鍋島や龍造寺家霊徳、寿梅、霊徳、寿梅と称される、樹齢約400年の古木。佐賀郡春日村の玉林寺より、鍋島直重に贈られたという。八太郎巻幕末に活躍した、副島種臣とその兄枝吉上比の墓所や、大隈重信が子供の頃登って遊んだ樹齢600年と推定される牧の木がある。ありがとうございます。